あの大井原発の再稼働について、えー、再稼働ありきの国民の不安に応えようとしない非常に拙速なあ姿勢、えー、だと思います。えー、私どもはあ国民の皆さんのお納得そして、えー、地元の皆さんのおその理解がなければ。あ の再稼働はすべきではないとこのように思っております。はい、あの私たちは中長期的には原子力への依存をなくしていく、原子力発電をなくしていくっていう方針を持っております。ただしでは今すぐすべて これまで3分の1の電力を作ってきた原子力なしで、えー、日本の経済や国民生活が守れるかというとそれも甚ははだ疑問です。したがって何ら、えー、かの形である期間再稼働は致し方ないとこのように思っております。問題ははそのの再稼働の仕方ですやはり 今先週も我々法案を国会に提出しましたけれども経済界や政治から独立した原子力安全委員会が今回の事故の教訓も踏まえたきちんとした基準を作るとその基準にのっとって判断して再稼働を認めるということが基本だと思います。しかしかかかそれにはちょっと時間がかかりますしたがって えー、我々公明党は暫定基準ということをこれまでも提案してきたわけですがその暫定基準は政治家が作るのではなくて、えー、専門家が作ったあ暫定基準例えば今ある原子力安全委員会というのをお、まあ、使わざるを得ないのではないかと思っておりますが、まあ、そういう暫定基準そしてこれは国民に分かりやすいものであってで国民そして地元の理解を得る。あのー そういういいこととが必要だと思います、はい、先ほど申し上げましたように脱原発依存ということで原子力発電に頼らない社会を作っていこうというのが長期的な方針です。方法として3つございます。1つは省エネ 少ないエネルギーでそれを効率よく使う社会を作り上げていくあのー、これがこれはまあ公明党が提案したエコポイントなんかはそれにあたるかと思います二番目があ化石燃料の効率的な利用ということでございます化石燃料というのは石炭や石油そして、えー、天然ガスこれを燃やして、えー、その熱で、えー 電気を作るとということなんですが例えば発展途上国ではこの熱の30%ぐらいしか電気になってませんが日本は40%ぐらい非常に効率がいいんですがその効率をもっともっと上げてこの少ない石炭少ない天然ガスでより多くの電気を生み出していく。 またその時に余った熱はみんな捨ててたんですけれどもその熱も何らかの形でエネルギーとして利用するまあ、こういうことで、えー、少ない燃料でたくさんの電気を生むということも必要かと思いますそして3番目が再生可能エネルギーの爆発的な普及とこれも欠かせないと思いますあの再生可能エネルギーというのは自然エネルギー と呼んでいいかと思いますが、太陽光、太陽熱、地熱、風力、水力、潮力などなどでございます。うん、あのー、公明党の提案で最初太陽光発電のか、あのー、固定価格買取制度、おこれ、えー、私が環境大臣の時にこれを始めました。 今や今それが対象が拡大されて固定価格買取制度としてこれから実行していくわけですがこういうものの普及を通してですね再生可能エネルギーを普及させていく以上3つの方法で原子力の電気をこれらの電気に変えていくということが大きな我が党の方針でございます。